国内に持ち込む際に必要な検査証明書をつけずに豚などの血液を使った食品を台湾から中部空港に不正に輸入したとして台湾籍の54歳の女が警察に逮捕されました。逮捕されたのは台湾籍で自称自営業の蕭新亭容疑者です。警察によりますと蕭容疑者は去年11月、国内に持ち込む際に必要な検査証明書をつけずに豚やアヒルの血液を使った食品およそ50キロを台湾から中部空港に不正に輸入したとして家畜伝染病予防法違反の疑いが持たれています。蕭容疑者が中部空港に到着した際、空港の検疫所の職員がスーツケースやボストンバッグの中から色付きのビニール袋を見つけ詳しく調べたところ、こうした食品が見つかったということです。蕭容疑者はその2週間ほど前にも関西空港で同じような食品などを持ち込もうとして警告を受けていたということです。警察によりますと蕭容疑者は容疑を概ね認めた上で、台湾では病原菌が発生していないので大した問題にならないと思ったと供述しているということです。日本国内では豚の伝染病の ASF アフリカ豚熱が発生するのを防ぐため、政府が違法な肉製品の持ち込みに対する罰則の強化といった水際での対策を強化しています。